はお父さん先生幼稚園で、うちの次女の、幼稚園にお父さん先生っていうのは、まあ、一日先生みたいなのをやります。で、今日エベレストの話をしてくれということでさせていただきます。ちょっとだけ5歳相手だから10分ぐらいなのかな。今日は朝9時から2時までずっと幼稚園のお父さん先生をさせていただいて、みんなやっぱり5歳口ぐらいはめちゃめちゃ元気があってすっごくいい感じなんですけど、疲れるめちゃめちゃパワーをもらえるんだけど、で今日は今ダンス、なんだそれこの子たちがダンスをしてたんで迎えに行って、これから帰ります。ミコでした。はい、どうだった？難しかった？あの